アーテリーギア。リラ、リラ・ディザイアスだ。自己紹介はこれでいいだろう。名前さえ知っていればそれでいい。用事がないなら先に行く。何か用か？準備はできたか？では行くか。無意味に怪我をしたくないなら、気安く私に触るな。ちゃんと鍛錬したか？怪我をされたら困るからな。私のことを気にかけるより、自分のやるべきことをやってくれ。戦闘に向いていない？この服が？なぜそう思うんだ？アンペル一人だけでも十分なのに、なんでお前もあいつみたいに。まあいい。なんでもない。ライザが、お前は結構頑丈だと言っていた。本当にそうなのか？試してみるか。この世界の精霊と土はそんなに弱いのか。だから特別な技術が発展したと。興味深いな。クグツ。私たちがいた世界の魔物より、はるかに危険なもののようだ。そういうものは、いち早く消滅させねば。お前は戦場で直接敵と対峙することはないとはいえ、戦闘に巻き込まれる可能性だってあるんだ。こんなお前が、敵に立ち向かえるのか？私の故郷か。ああ、いつかお前を故郷に連れて行きたいものだ。そして私のオーレン族の友も、いつか必ず。まだ敵がいるな。休んでる暇はないぞ。お前、またサボっているのか。ダメだと言っただろう、まったく。メールボックス。ほう、これか？すまない。そういうものには疎くてな。敵が現れた？よし、私に任せろ。どの地域の暦でも、新しい一年が来たら祝うんだな。たとえ違う世界でも、これは私たちの数少ない共通点の一つかもしれないな。チョコレート？こういうものはライザやクラウディアに頼めばいい。すまないが、甘いものには特に興味ないな。寒くないかって？お前はいつもそんなことばかり聞くんだな。私が特訓してやってもいいぞ。安心しろ。そこにいる指揮官よりずっと役に立つはずだ。料理か。何でもない。ただ少し、ある、友を思い出しただけだ。なぜここに錬金釜があるんだ？まさかライザが置いたのか？あ、やっぱりか。たまには、こうして羽を伸ばすのも悪くないな。少々やかましいが。体をきれいにするために、こんなに水を使うのか。贅沢だな。なぜだか、
故郷を思い出した。大丈夫だ。いつかきっと。気をつけて進むぞ。うむ。そこだ。はっ。行くぞ。任せろ。精霊の力を思い知るがいい。終わりだ。おのれ、この程度で。仕方あるまい。一度引くぞ。速度を上げるぞ。ついてこられるか。弱すぎて話にならん。このまま進むぞ。悪くない。早速新しい力を試してみるか。これがライザが作った新しい装備か。なかなかいいものだな。ライザは頼もしい錬金術師になってきたな。故郷のために、そしてこの世界を守るために、私はこの力を使いこなしてみせる。楽しみに待っていろ。Thank you.
そこだ。行くぞ。終わりだ。精霊の力を思い知るがいい。終わりだ。